は、おきゃなです。ということでですね、今日は腹筋をやっていきたいと思います。はい、着きました。今日はですね、これを使います。よくあるやつ、でも床でもできるやつなのでいいかなと。私は腹筋は2種類ぐらいしかやらないので、今日はその2つをやっていきます。1つ目、お腹をめっちゃ引っ込まします。こんな感じ、これを手を壊してそのまま上がります。見えるかな、戻すときもそうなで、NG やりますね。 NG が普通の腹筋、これわかるかな、こうなってるじゃないですか。これ NG でこうやって引っ込ませてほしいんですよ。これで上がる、下がる、上がる、ずっと引っ込ませたまま、あー疲れた、ずっと引っ込ませたままがポイントです。で、なぜかというとこの FM胸筋の縮みを強めたいんですよ。あのくびれが欲しいから。だからここを鍛えるためにもみんなお腹をへこますっていうことをしていく必要があるので、これで鍛えます。2つ目はですね、これです。アブローラー、多分みんな知ってると思うんですけど、なんか一時期流行ったよね多分。それを やります。ゴムを使わないでっていうのがポイントになります。ぜひやってみてください。はい、ということで今日は腹筋2種目やったんですけど、男子だったらシックスパックとかが欲しいと思うので、こういうのとか、なんか、腹直筋を鍛えるっていうのをやった方がいいと思うんですけど、女性はこの、なんだろうな、見えます？縦線、この縦線欲しいっていう人多いと思うんですよ。だからそういう人は今みたいなやつの方が私はいいのかなって思います。で、ポイントがやっぱりその腹横筋もちゃんと伸び縮みさせる練習、呼吸とかでもそうなんですけど、するとどんどんここが伸びて縮んでキュッ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 って締まっていく。で、腹直筋は単純にここの筋肉だから、ここを鍛えたらここが大きくなって、シックスパックが大きいボコボコのかっこいいメンズの腹筋になるなって思います。なのでしっかりと使い分けて目的によってトレーニングをしたらいいのかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、ということで今日腹筋だったんですけど、他の種目ももしなんかご希望というかリクエストがあったらぜひやりたいと思いますので、コメント欄にリクエストを皆さんください。お願いします。で、まだご登録されてない方はぜひともご登録よろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、そちらもフォローよろしくお願いします。
それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、オキャナのファッションチェック。はい、ということで今日はこんな感じです。これはですね、いつもお世話になっているマイプロテインさんのですね、ホームページのモデルとかもさせていただいております。ぜひチェックしてみてください。で、めちゃくちゃこれ履きやすいんですよ。ほら、もうすごい伸びるの。これはですね、本当足取りとかにもぴったりだし、なんだろう、あのクローのやつだったら普段から履けるし、本当におすすめです。上もなんか可愛いでしょ、リボンみたいになってすごいお気に入りです。こういうとこで黒と黒で着るときもあります。ぜひチェックしてみてください。概要欄下に貼っておきます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。